そのクレープ美味しそうだから一口食べさせて。食べ終わってるし。じゃあ私の一口だけでも。これだけもらっておくわ。どんどんメイにハマってる。メイが好きだ。キスしたい。メイ、手つないでもいいかな。お待ちなさい。桃木野さん、やっと見つけましたわ。どうしてここが。抜け駆けしようって。そうはいきませんわよ。大方あなたが会長を無理やり連れも。私の邪魔をしないで。ユズにおかしなこと吹き込んではダメよ。メイメイ、行くわよ。メイ。あなたのお父さん亡くなっていたの。私が3歳の時にね。でもそんな重い話じゃないから。ここに来ればいつでも会えるし。パパ、紹介するね。妹のメイです。私より背も高くて頭もいいけど、不器用でちょっと乱暴で寂しがりな感じ。つうことで、私にも守るものができましたっていう報告でした。よし、本日の任務完了。これからファミレスにでも。メイ、父からの手紙。一度も開封してないの。父の考えを知ることが怖くて。もし父に学院へ戻る意思がなかったら。ねえユズ、私父と元通りになれるかしら。大丈夫だよ。二人がうまくいくように私も協力するからさ。あんな笑顔を見せられて。キスなんかできるか。メイに今必要なのは恋じゃなくて、きっと家族だ。私は恋を諦めて姉になると決めました。会長、そんなに大声出さないで。つまずいただけよ。もしかして体調が優れないのでは。後の会議はお休みになられた方が。大丈夫だって言ってるでしょ。とてもそうは見えませんわ。すぐにお迎えを。いい加減にして。あなたに私の代わりができるの。
おい、いくらなんでも今のはひどいだろう。桃木野さんはメイを心配して。そんなことあなたに言われなくても。分かって。メイ、どうしましょう。私、誰か呼んできますわ。待って。桃木野さんは生徒会に行って。何を言ってますの。メイが今一番気にしてることだと思うんだ。桃木野さん、メイのためにお願い。わかりました。ここは保健室だよ。熱があるから保健の先生が来るまでとりあえず寝て。ちょ、ダメだって、休んでなきゃ。今日は生徒会の会議と学院の役員会が。私が行かないと。そんな無茶してるから倒れたりするんじゃん。おじいちゃんもそうやって。いいから邪魔しないで。絶対に行かせない。ごめん、パパのこと無理に付き合わせて。お姉ちゃん失格だ。急に姉ぶるのね。私が自分で行くと決めたのよ。あなたが謝ることではないわ。なんでこんなになるまで仕事するんだ。そもそも学生が仕事っておかしいだろ。この家を継ぐためよ。継ぐって、まだ高校生じゃん。メイのパパはどうしたんだよ。そうだよ、お父さんが継げばいいんじゃん。メイがこんなに頑張ること。私もそう思うわ。いつもはデタラメなことを言うあなたも、たまには正論を言うのね。確かに、そんな日が来てくれるなら報われるのに。メイのパパはすごいな。私にはこんな顔見せたことなかったのに。私も姉としてメイの支えになれたら必要としてくれるのかな。よし、まずは熱を避けて元気にならなきゃだな。メイのカバン取ってくるから。そうだ、桃木野さん。姫子。熱でモヤモヤしてたとはいえ、さっき超きついこと言ってたからな。よくなったらちゃんと謝れよ。仲直りしたらみんなで遊園地行くんだから。遊園地。メイがあんなにお父さんを必要としてるのに、メイパパはどこで何やってんだ。メイネイは小さい頃から何でも一人で背負ってしまうんですわ。メイメイの体調が悪いことに気づいていましたのに、私は。何でも背負いすぎなのは桃木野さんもじゃね。もっと素直になれば。まったく、あなたはいつものんきでいられていいですわね。ごきげんよう。メイに必要なのは恋じゃなくて、きっと家族だ。のんきでいられたらどれだけ楽か。好きな人のために好きな気持ちを諦めるとか。人を思うってめちゃくちゃだな。
と、私も生徒会入ろっかな。手伝えることあるかもしれないし。あなたが来ても私たちの仕事が増えるだけよ。まずは校則を守ることから始めたらどう？どうせ私は。あ、ママ、おかえりなさい。いや、ただいま。誰？君がゆずちゃんかい？あ、そうですけど。そうか、君がゆずちゃんか。え？会いたかった。やっと会えたね。絶対やめろ。なんなんだよ。苦しいからくっつく。